こんにちは、MB です。はい、こんにちは、まとめです。というわけで、はい、ユニクロセオリー、はい、2022年春夏新作、はい、プレスルームで全カラーレビューしちゃいまーす。というわけで、前編は私、はい、MB チャンネルの方で、後編はまとめチャンネルの方でやっていきますので、ぜひよろしくお願いします。で、これユニクロ×セオリー2020年春夏新作、発売日はちょっと先で、はい、4月29日金曜日になっておりますが、はい、ちょっと先駆けてですね、はい、全型レビューしていこうと思います。それでは行ってみましょう。行ってみましょう。まずはじめ、感動ジャケットセットアップ可能7990円。ジャケットはですね、感動ジャケット、普段の感動ジャケットよりもまず緩くなってます。はい、まあ、そもそも普段の感動ジャケットって何なんだって人もいると思うんで。お、普段の感動ジャケットが何なんだ。はい、感動ジャケットっていうのはですね、吸水速乾性に富んだ、うん、機能性に特化したなんか軽かったり、軽かったりストレッチ性あったりとか、家で洗えたりとかね、うん、そう、しまなりにくかったりとか、そう。でも最近の感動ジャケットはアンコンながらちょっと 肩の張りを少し出していて、うん、まるでパッドが入ってるみたいに見えたりだとか、うん、しっかりこう作り込んでるんで、スーツ好きの方にも支持され始めた。まあ、はい、当初はね、まあ、でも言ったってあれでしょみたいな、看護船のジャケットでしょっていう人も多かったけど、はい、最近は本当に頑張ってるので、はい、結構ちゃんとガチの服好きにも支持されてきてるのかなというふうに思います。で、そんな感動ジャケットなんですけど、はい、普段はカジュアル用じゃなくて完全ビジネス用として使う人が多いんですけど、今回のセオリーコラボでは、はい、ややゆったりとしてですね、はい、ディテールも普段の感動ジャケットよりも削いで、うん、ミニマルにしていてですね、そう、ポケットも普通はフラップポケットですけど、そう、ここにスーツとかはね、はい、なんだけど今回スリットに合わせたスラッシュポケットになっていてですね、はい、しかもここジップですね。あ、そうそう、ジップなんですよ。ジップになっていて、でシルエットもほんのりこうゆったりとした、はい、ボックスに近いような形になっているので、まあ、カジュアルでも使いやすい、今のトレンドでも合わせやすい雰囲気になっているのかなというふうに思います。ちょっとこれ試着してみていいですか。はい、素材的にはですね、普段の感動ジャケットのコットンライクバージョンに近いと思います。ウールライクだともう少し本当にウールっぽさが出るんですけど、コットンライクの軽いライトウェイトな感じで作ってますね。はい、こんな感じ。グレーのジャケット、特にライトグレーのジャケットって若干ホスト感が出るんですけど、これはなんかね、ギアっぽい印象っていうか、ちょっとこうユーティリティっぽいような雰囲気になってるんで、そこまで出ないかなと思いますね。これ今僕自分が見れないんですけど、うん、ちょっと緩めですかね。だいぶ緩めです。だいぶ緩め。これ L サイズ、サンプルサイズ L だそうなんですけど、 L サイズでまとめくんの身長体重が170cm55kg です。で、 L サイズ着てこのぐらい、袖もまあこんなもん。ちょっと今日黒シャツの上に重ねてるから、ちょっとホスト感があるかもしれないですけど、僕ちょっと黒着てみましょうか。はい、はい、こんな感じ。はいはいはい、僕 175cm69kg で L サイズ着てこのぐらいのフィット感でございます。このぐらいがいいんじゃない。いいですね。うん、なんか普段の感動ジャケットよりもやっぱりちょっと緩めで合わせやすいかなと思います。そのポケットめっちゃいい、好きです、ね、このポケットね、スラッシュのポケット。そうですよね、まあ、フラップのポケットってこうできないからね、実際使えないですよね。そうそう、でこれ後で説明するけど、これに僕は結構短パン、わかる、短パンのスタイリングがすごいいいなと思いますね。めっちゃ着るタイミングわかんないやつ、だいぶ上級だけどね、だいぶ上級者な感じですけど、でもまあ普通に短パンじゃなくても同じ素材で出てるんで、はい、同じ素材のセットアップで合わせてもいいのかなというふうに思います。感動ジャケットのセットアップすっごいこれ好きでかっこいいんですけど、はい、やっぱちょっとビジネス感あんのよ、うん、すごい好きなんだけど、うん、ガチで俺最近超着てるの、はい、普段プライベートで、はい、でもやっぱりちょっとそのビジネス感をごまかすのがめんどくさい、うん、コーディネートとか、ね、そう、コーディネート考えなきゃいけないから、はい、でもこれは普通に着て、ぶっちゃけこう革靴で合わせてもシャツで合わせてもそこまで出ないっていうか、はい、うん、ちょっと崩した感じ出ますね。そうそうそう、ちゃんとちょっと崩した感じが出るんで、やっぱディティールもシルエットも素材感もやや全部でね、少しずつカジュアルダウンしてくれてるんで、そうですね、そういう感じですね。まあ、セオリーこういうのもともと得意ですからね。得意ですよね。そう、ちょうどいい。セオリーって大体どのぐらいのブランドなのかって結構皆さん分からない方も多いと思うんですよ、うん、意外と日本でセオリーってそこまでね、店舗数もめちゃくちゃ多いわけではないと思うんで、韓国だとハイブランド扱いですからね。あ、そうなんですね。そうそう、韓国だと、もう本当に、ビトンとかグッチとかの並びに店があるぐらいハイブランド扱いなんですよ。まあ値段もね、韓国だとだけセオリーってちょっと高いんですけど、あ、そうなんですね、高い高い、内外価格差あって韓国の方が高いんですけど、
まあ、日本は本家 あの、うん、ニューヨークとかと同じぐらいの価格帯なんですけど、うん、セオリーって、うん、そのイメージ。でもやっぱ高いよね。ユニクロの内製コラボじゃないですか、はい、ファストリテイリンググループの内製コラボだから、ユニクロと同じぐらいの価格帯なのかなって思ってる人もしかしたらいるかもしれないけど、うんうん、ちょい高いぐらいかな。だって T シャツで3万とかあるよ、ね、セオリーって。セオリー普通に高いですからね。そう、ジャケットスラックスで買おうとすると、まあ、10はいかないかもしれないけど、まあ、8とかいったりするんで、うん、はい、でそのセオリーらしさ、うん、このデザインの削ぎ落とし感とかシルエット作りとか で、うん、でなおかつユニクロの素材だから決して安っぽいこともないから、うん、しかも機能性抜群と。そうなので、セオリー の印象が安く手に入るって考えると、はい、結構いいコラボなんじゃないかなと僕は思います。ユニクロセオリーコラボっていいですよね。特に前回の秋冬良かったよね、うん、よかった。ジェンダーレスのコレクション、めちゃくちゃ良かった。ノーカラーのコードとかいいの作ってましたよね。今回の春夏も悪くないかなと思います。なんか元に戻った感はありますけど、それでもやっぱいいですね。いいですね。で続いて、感動シャツジャケットセットアップ可能、これがこちらですね、はい、さっきと同じ素材ですね。感動ジャケットのコットンライクなんか、はい、の素材を使ってカバーオールにしています。ライトグレーとブラックという色展開も変わらないので、うん、なのでつまり、先ほどのパンツ、はい、感動ジャケットとセットアップにできるパンツをこっちでも組み合わせられるので、なるほどなるほど、パンツ1本買ってアウター2つ買ってカジュアル用と、はいはい、まあ、ちょっとややフォーマルっていうかぐらいで使い分けることもできます、ね。今っぽくてすごくいいアイテムですね。これがね、ジャケットの方は結構ゆったり感強かったんだけど、はい、こっちカバーホールにしてはそこまで大きさないじゃないですか、うん、だからどっちかっていうとなんかシャツアウターみたいな感覚で使うのがいいのかなと思います。なるほどなるほど。何かニットを入れてスウェットを入れてこれ着るっていうよりは、もっとタンクトップの上にこれとか、うん、T シャツの上にこれとかっていうイメージなのかなと思いました。そうですね、軽い、本当に夏とか夏直前の軽い羽織、はい、で袖もカフスになってるんで、あの開けて袖まくりとかしたりとか、まあ、そういう着こなしを多分おすすめしてるんじゃないかなと思います。こちらも着てみたいと思います。はい、こちらも着てみたいと思います。これ感動ジャケットのこのコットンライクのシリーズ、東レと共同開発しているユニクロオリジナルの素材で、速乾性だったりとか、吸水性も抜群になっております。回転したはい、こんな感じ、はい、僕175cm 69kg で L サイズ、まとめくんが 170cm 55kg で L サイズですね。はい、そんな感じになってますけれども、やっぱりちょっと印象変わりますね。グレーだとよりカジュアルな印象になるし、黒だとちょっと締まった印象になると思います。さっき僕黒シャツにジャケットあったんで結構キメキメな感じだったと思うんですけど、今回ねこっちだったら全然黒シャツと合わせてもバランス取れてるんじゃないかなと思います。これかっこいいな。これかっこいいですよね、うん、ステッチもさ、ほんと際の際縫ってあって結構大変そんなことしてますね。クオリティも、僕このグレーカラー超気に入りました。いいですね。これそれにこの感じだよね。かっこいい。この感じだよね。この感じ全然入ってないじゃないですか。これね。いいですね。いいですね。めっちゃかっこいい。やっぱりこうちょっとシックなのが好きなんで、こういう感じですかね。僕ややカジュアルが好きなんで、やっぱこっちかな。うん、良いと思います。うん、はい。まあこれジャケット派かカバーオール派かでちょっと分かれるような気もしますね。カバーオール派ですね、僕は。僕はもう大人なんでよジャケットかな。僕はもう大人なんで40なんでもうジャケットかもしれないですね。まあそんな別に関係ないんだけど、はい、関係ないんだけど。で、オープンカラーシャツ半袖2990円でございます、はい、こちらですね、オープンカラーシャツ、はい、はい、今回オープンカラーシャツが一色展開、はい、ブラックのみ潔い色展開ですね。2990円で、これコットン100なんですよ。そうなんだ。コットン100に見えない、分からなかった。なんか本当この張り感とさ、いい意味でなんか合成入ってる風だよね、うん、入ってる風すごいですね。これコットンなんだな。オープンカラーのシャツっていろんなブランドがやってるし、ユニクロもあのインラインでやってますけど、インラインよりこっちの方が断然いいな。これ断然いいですね。断然いいですね。高級感あるし、サイズ感もちょっと緩いですね。いや、オープンカラーシャツちょっと舐めてたかも。すごいですねこれ。なんかね、なんて言えばいいんですか、マットな光沢感って言ったらなんかあれなんだけど、矛盾してる気がするけど、なんか光沢あるけどコットンに見えない、見えないですよね。すごいいい素材感ですね。不思議な素材感してますね。でこれ面白いんだけど、表側はこういう こう高級感のある雰囲気なんだけど、はい、裏側はですね、やや滑らかにしてあって、うーん、肌触りよくしてます。へー。でしかもボタンがですね、細かいんですけど、セオリーこういうこと考えるけど、ボタンが掴みやすいと。なるほど、なるほど。そうで着脱しやすい、うん、でまあ、夏とかよくねこう開けてきたりとか閉めたりとかすると思うんですけど、暑いからね、はい、それがまあやりやすいと。いやちょっと素材が驚きですね。これはこれは本当カジュアルなオープンカラーシャツをクリーンに仕上げたセオリーらしい一品ですね。分かんないんかなんです。そういうのにさ、こういう、うん、かっこいい、ね、カーキの短パンとか合わせるとちょっと若干イタリア人風というか、
かっこいいと思います。さあというわけで3方紹介してきたんですけれども、はい、ここでちょっと全体を見て総括なんですけど、はい、いきなり、はい、まとめての今回のセオリーコレクションの中で一番好きなのはどれでしょうか。おいかな、それなんだ、はい、おなるほど。パンツ、俺ショートパンツかなと思ったけど、あのね、ショートパンツすごいいいんですけど、うん、結構選択肢あると思ってて、今シーズンここ以外に、あー、JW アナスのショートパンツも良かったしね、ユニクロ U のやつも良かったしね、だからこれだけをおすすめっていう感じにはなんないんですけど、もうこの感じ今までちょっとないかな。確かにこの感じは感動ジャケットのシリーズでこの感じもなかったし、ちょっとこれはここで買っておればいいんじゃない。でもさ、これ買ったらこれ買うでしょ。確かにそうです、セットアップするよね、どう考えてもね。ここ合わせたいですね。そうだよね、合わせたい。僕はやっぱだからこれかな。エミさんは、僕はこれまだ前編で喋ってないんですけど、実はこのカットソーはかなり良くて、ちょっと後編に期待してほしいですね。あのいよいよ V の移行が始まるんじゃないかなという、 V の移行が中二感やV への移行がいよいよ始まる、 V への移行がいよいよ始まるんじゃないかと。そうで、しかもこれ朝 V だから、ね、朝 V なんですね。そうそうそう、深くないんですよ V が。そうですそうです。なのでこれね、しかも素材感もむちゃくちゃいいんで、これは後編に撮っておきましょう。はい、はい、というわけで、ユニクロセオリーのコレクション4月の29日発売となっていますので、はい、よかったらこの動画を参考にして買うの決めといてください。セオリーは毎回完売あるから、うん、しかも割と速攻で、割と速攻でなくなるんで、多分僕予想するけど、うん、今回すぐなくなるのって、はい、カバーボールだと、だよね、うん、これ多分メインビジュアルで使うんですよ、ですよね。しかもこっちの色が、そう、グレーカラーのカバーオールが多分真っ先になくなると思うんだよね。しかもそのルックめっちゃかっこよかったんで、でちょっと油断すると多分パンツがなくなる、一緒になくなってる、そうっていう感じなんで、はい、多分この辺狙ってる人は29日当日にチェックした方がいいと思います、うんうん、はい、というわけで続きは後編、まとめチャンネルの方でやっていきますので、よろしくお願いします。お願いします。